さあ村方 VS 直也、先月の直也はマジで輝いてました。今月も輝けるのか。めちゃくちゃ強い。いや強かった強かった。普通に忍ぶっ殺してたからね。いや最近のね、あの直也くんとかね、ヘブンとかね、強くなってるよ、ね、あーはいはい、あうまい。早めにガード不能から PA。 さあ村方さんにまだ何もさせてないが、ちょっと危ない。これは画面端が絡んでクイックが取れない。おおしっかりガード、なんだめぐり、うわーあーピヨッター、うまく逃げたんだけどね、裏剣で引っ掛けられちゃいましたね。あれのスタンチが意外とあんの。ありますね。これがやっぱりね、大そば中そばが注目ある、注目の的になるんですけど、裏剣ポスターに高いですねこれ。あそういうこと。あちょっとクニさん俺トイレ行ってきて。わあ。さあこれは、あまだ30枚ですよ。まだ30枚ですよ村上さん。もうはめられてますね直江さん。はい、はめられて、まだ、あ、これはたまらないのでダブルアップで、ああ、なおや、なおやあるのか、いい判断通らない。もう一枚、もう一枚います。さあこれが通るか通らないかで鍵を握りますが、あーこれは苦しい。逃げた、逃がした。これどうするんですか。うまく逃げないと入ってきた。まずい。これは拾われて、村上さんがうまい。上り中断で知らない。大事あるのかな、おや。ゲージがないのが辛すぎる。暗いに行った。EX12 をさばいても陣中が待ってました。暗いに行きましたね、おや。いやー、村方さんでしたね。さすがの村方さんはやっぱフォローがうまいっすね。そうですね。アドリブ力は非常に高い。さあ、そして、中堅は洋館。チュンリー、ヨーカンチュンリー、キューネバランゼ、先ほどは3立てして調子も良さそうです。ヨーカンさんもね、やり込んでますんでね、やり込んでます、ね、いろんなゲースいますんで、はいはいはい、多分ね、このトク、ベータロー、まあ、今回ね、あのトクさん、もともとトクさんがいて、はい、トク、ベータロー、タケシとチームだったんですけど、さっきのとこあそことかヨーカンさんあたりはね、キューネバランゼ、なるほど、いわゆる、もう時期オープンしますが、あのティンクアーケードか、はい、館内のゲームセンター、あそこ勢がね、ゲームセットやってない間でもね、こっちでなんかゲームを続けてくれてるのは嬉しい。そうですね、いい動きしてますね。そう、先端チュアシーしっかりダメージ取って、まあまあまあ有利カードとはいえ、まあ、相手がいかんせん相手なんでね、踏みはガードしてんな、あげ。そう、あ、これは始まってしまうのか、あるので、あ、そうそう、あのたけし転勤で茨城勤務になったらしく、はい、今日始発のバスで来たそうです始発生これはぴったりスタンチ管理バッチリですね。回収しすぎ。そうなんですよね、中盤キャンセルふみふみはダメージそんなないんで回収がすごいんですよ。そうでね、今見たとも分かる通りね、膝オニヤンマも大概スタンチたまるんだよ、ね、高いっす。膝も高いですし、オニヤンマも高いです。あ、これはハマるのか。まだ3時でになってません。もう1本溜まりますね。すげえ変な高いでした。さあこれはクイック困難にして、取れないの、たまった、いい、うわ投げた。ただチュンリーならばワンチャンあります。これはなんだ、裏の方に下り陣地ですね。あ、これはある、あります、ドン。もう1本保育あります。あっと、これは誤入力かな。あ、マイジャンプでさばいて、メタか誤入力か。うまいっすね。見てる、残るな。あーリバサ中断はやばい。あの、すいません、あの、ワンペに嘘つきません。まあ、確かに、あの、鬼山待ってるとしたら通るんですよね。まあ、マジ読み合いといえば読み合い。ちょっと後で、これは取り調べ必要ですね、これね。しかも先端でしたね。そうね。2ヒット目。まあまあ、確かに。さあ、そして、2P が大将、ユリオジです。はい、まあ、あれですよ、リバサ効果待ってると、リバサと後が当たりやすいと、そういうやつですね。傭兵士ルールの。はい、はい。これユリがはめられてしまうのか。まあ理論上合気はねはまんないんですが、まあオロとやったこともあんまないでしょう。そうですね。まずスタンリッチですね。終わりです。はめとか関係なかったですね。関係なかったです。あらら
だそんなものは関係なかったと、さあ頑張ってほしいですが、いかんせん相手がね、いってこれ、まあ、ユリチン勢なんで反応はいいなんだろうねこれね。だいたい5機能が切れてるイメージあるけど、うーん、オロが5機をなんかあんまり苦にしてないというか、まあ弾はまんなくてもさ、結局石井の選択肢ってあるから、まあまあね、そういう意味ではオロはまあまあまあそんなに捕まえにくいこともないのかなって気もしないでも、気使うのは豪気側な気がするね、やっぱりね。終わりました終わりました終わりました。膝鬼ヤンマからの二王力、村上さん3番手です。